はい、はい、そして話は変わりますが篠原さん、はいはい、カブトムシとクワガタとどっちが強いと思いますか？それはクワガタでしょ。クワガタ間違いないでしょ。だってあの挟むんですよ。そうですね、大きな挟む、ね、柔道と一緒ですよ。これ挟むようにして奥襟を掴むでしょ、うんうん、はい、だからやっぱクワガタの方が強いです。クワガタの方が強い、はい、いやいや絶対カブトムシでしょう。あれこの声は一体ちょっとカブトムシの方が強いですよ。いや絶対クワガタ。いやいやだって挟むんやで。いやだってカブトムシテコの原理でポンっていきますからね。いやだからクワガタは挟むんやって。いや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 、あカブトムシゆかりです。はい、ね、芸能界でも屈指の昆虫好きと言われております虫ドルのカブトムシゆかりさんではないですか。はい、今日はですね、はい、クワガタ派の篠原さんを倒すべく会場に来たんですけれども、はい、なんと私には今日は助っ人がいるんですよ。スケット、はい、スケットのお子様が来てます。リンくん、リンくんおいで。リンくん、リンくん、はい、捕まえた、捕まえた、捕まった、捕まえた、捕まえちゃった。今日はね、リンくんと一緒に篠原さん倒しますからね。よー、負けへんぞ、リンくん。ね、負けへんぞ、使っちゃうぞ。負けないぞ。あ、早い早い、まだ早い、まだ早いよ。ちょっと落ち着こうね、リンくん。はい、では虫キングの勝負を挑まれた篠原さん、はい、ここで虫キングの遊び方につきまして、はい、虫キング研究所の通り研究員に教えていただきたいと思います。通り研究員どうぞお願いします。はい、どうもこんにちは。よろしくお願いします。本日は虫キング研究所から参りました通り研究員と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ今回の虫キングの遊び方について通り研究員が映像をご用意いただいているんですよね。はい、はい、皆様にご覧いただきながら通り研究員にアドバイスをいただこうと思います。まずは皆様ステージ上のスクリーンをご覧ください。はい、ではこちらで説明をさせていただきます。虫バトラーよ、これから私マスターブレックが虫バトルの基本を説明するぞ。さあ、はい、まず、こちら記録カードというものがありまして、こちらにプレイヤーの皆さんの記録が記録されていきます。はい、持ってない場合は初めて遊ぶというモードを選んでいただくと、記録カードを作ることができます。バトルの後に記録カードがもらえるぞ。まずはこちらを作ってください。では続けて、はい、記録カードができたら、虫カードをスキャンしていきましょう。はい、カブとクワガタなどの虫が1匹、そしてお助け虫と言われる昆虫が3匹、それぞれチームとして入ります。はい、こちらいろんな虫を集めてください。さらに先ほど説明のあった新アイテム V ガジェがあればこちらでセットしてください。はい、これで虫バトルの準備が完了です。はい、バトルの基本は全部じゃんけんになります。まあ知ってるよな。はい、じゃんけんが分かれば大人も子供もできるんですよ。グーチョッパーのどれを出すか決めてくれ。はい、グーチョッパーどれを出すか決めてボタンを押してください。はい、ゲーム中にはヒントが出てくるのでよく考えて押してくださいね。よし、手が揃った。おお、勝ったぞ。はい、勝てば、技が出たり攻撃ができたりします。はい、ゲージがうまくいくと攻撃力が上がることもあります。さらに虫には一つ必殺技がそれぞれ持っているので必殺技の手で勝つと必殺技を出すことができます。虫元に違う技を持っているから君のお気に入りを見つけ出してくれ。すごいね。はい、さらに V ガジェを持っている場合ビクトリーアタックという超強力な技を使うことができます。虫のパワーを引き出した逆転の一撃。はい、こちらは逆転の一撃を放つこともできるのでうまく使ってください。相手の体力ゲージをゼロにすれば勝利だ。さあ、バトルが終わった後は虫取りがあります。こちら虫取りの方でいろんな虫が取れるのでこちらいい虫が取れるように頑張ってください。はい、中にはレアな虫がいてさらにキラーカードが出ることもあります。はい、バトルが終わった後に必ず V ガジェスタンプをプレゼントしております。こちら V ガジェスタンプを全部集めてもらうと筐体の横から V ガジェがゲットできるんですよ。さあ今すぐ始めよう。新甲虫王者虫キング。はい、ありがとうございます。いいね。篠原さん、カブトムシさん、リン君、はい、遊び方は大丈夫ですか？大丈夫です、わかりました。 OK ですか？はい、はい、面白そうですね。面白そうですよ ね、 ね。よし、負けんぞ。よし、それでは早速負けんぞ。加藤ハンデをね、ハンデが欲しいね、ハンデがね、強いから。うん、オッケー、本番本番今負けへんぞ。本気で来いよ、本気で。
聞いてんのか、じゃんけんね、おっちゃんの話聞いてんのか。OK でね、分かりやすいもんね。じゃあ行きましょう、はい、早速対決していただきましょう。では皆さん準備をよろしくお願いします。はい、はい、リク頑張ろう、はい。では、ゲーム画面の方、こちらの大きい、ディスプレイに映し出されますので、こちらを皆さんご覧ください。よし、負けへんぞ。よし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 、睨み合ってますね。そこからもう戦いが始まってますからね。さあでは、本日は僕が持ってきたカードをお二人にお貸ししようと思います。はい、はい、ではまず、カブトムシさんとリンクのチームですね、はい、は、こちらのカード4枚になります。はい、ありがとうございます。はい、はい、はい、どうぞどうぞ。そしてこちら、篠原さんのチームですね。はい、はい、お、誰がいい、あ、ヘルクレスがいる。さあではカードが準備できたのでボタンを押して始めていきましょう。はい、では準備が整ったようですので、はい、OK です。はい、はい、始めていきましょう。ではゲームスタートです。はい、さあ皆様はこちらのモニターをご覧ください。はい、こちら記録カード、先ほど言っていたものがこちらにございます。今日は新一という名前でカードを作っていますので、はい、こちら使ってください。はい、はい、では読み込みましょう。はい、はい、ではこちらに篠原さんのデータが入っております。はい、さあこれでデータが確認されました。はい、さらにこの後虫のカードを読み込んでいきます。はい、はい、今回モード選択で2人で遊ぶので2人で対戦を選びます。はい、これ100円で2人で遊べるってこと。そうです、100円で2人で遊べる。いいですね。はい、ね、さあではまず篠原さんのチーム読み込んでいきましょう。はい、グレイ。はい、まず篠原さんのメインは、お好きだと言われているノコギリクワガタ。はい、はい、でさらにお助け虫を3枚読み込んでいきましょう。虫カード1枚、負けないぞ、負けないぞ。はい、大丈夫です。はい、はい、はい、ではまずオオセンチコガネと、はい、さらにカナブンですね。はい、はい、そして最後がキリギリス。よし、さあさらに本日 V ガジェを持ってきましたよ。こちら青のクワガタの V ガジェですね。はい、はい、こちらをセットしてください。V ガジェ。はい、さあ水の V ガジェをセットしました。さらに押し込んでください。はい、はい、V ガジェにパワーが溜まって、はい、完了です。はい、 OK です。さあバトル準備が完了したので、次に、はい、カブトムシさんたちの、はい、カードを読み込んでください。はい、じゃあヘルクレス入れよう。 OK、 さあではカブトムシさんチームはまずヘルクレスオオカブト、はい、世界最大のカブトムシですね。はい、さらにではお助け虫を読み込んでいきましょう。初めは、はい、オニヤンマ行きましょう。はい、 OK です。はい、はい、とっても大きいトンボのオニヤンマと、はい、はい、ではクロアゲハと、さらにトノサンバッタが、はい、連続で入りました。はい、大丈夫です。はい、じゃあカードを出してください。はい、ではカブトムシさんチームにはこちらカブト、はい、赤の V ガジェを、はい、お渡しします。じゃあリンク V ガジェ入れば、ここにボタンを押して、はい、セットしてください。はい、ガチャッと、はい、 OK ですよ。でさらに上からギュッと押してください。はい、さあパワーが溜まっております。はい、チャージ完了です。よし、はい、これでバトル準備が完了しました。